この標準パックとは何ぞやという質問なんですが、一言に申し上げまして、多品種をショーロットでカスタマイズすると。よく聞く話は、ある程度数があるんであれば、まあビジネスの採算に乗るんで、それは積極的にやらせていただきますよというお話はよくあります。しかしショーロットではなかなかやっぱり儲けにならないということで、お断りするケースが多々あったかというふうに我々も理解をしています。その中であえて森電子工業はその嫌がることを積極的に取り組むことによって、お客様のニーズに最大限に貢献しようと、こういった考え方で今標準パックというものをご紹介しております。まず標準パックのお話に行く前に、今一度我々が今住んでる社会環境に関してちょっと振り返ってみましょう。今パリ協定をはじめとして地球問題として温暖化が大変な問題になっています。これは化石エネルギーというガソリンとか石炭を使って、それを動力源として活用している部分が最大の問題かというふうに思います。特に注目されているのが EV 車という形です。一方、地球環境の中にいろんな資源が埋蔵されています。その中で今危機的状態にあるのがガソリンです。我々が日頃何の疑問を持たずに活用しているガソリン石油というものが、ある統計会社の調査で聞きますと、あと40年もしたら、このままのペースで聞きますと、もうほとんどゼロになってしまうという、こういうふうな深刻な問題が今大問題になっております。そこでこの問題を解決するべく、まあ大きな2大課題としましては、まず地球温暖化の防止の問題、さらには化石燃料をいかに低減化させるかと、この2つの問題を解決するためには、まず蓄電池というものが今後産業系から始まりまして、いろんな分野に活用される。特に太陽光に蓄電池をでエネルギーを貯めるというようなコンセプトも、ますますこれから現実化してまいります。私ども森電子工業はこの蓄電池をベースに地球環境をなんとか変えていきたい、こういう熱い気持ちを持って今事業を推進しております。一つの考え方としましては、再生可能エネルギーでエネルギーを発電し、それを蓄電池に貯めてEV 車にそのエネルギーを導入すると、こういった社会循環型のエネルギーシステムがもう間違いなく身近に、こういった社会システムが実現してまいります。こういった中でもこの蓄電池に期待される役割というのは相当大きいものがございます。私どもが考えるエネルギーソリューションといいますのが、まずエネルギーはエネルギーを作って、それをインバータコンバーターで変換し、それを蓄電し、かつ負荷にそれを提供している。その提供の仕方が電装というやり方をすれば、エネルギーそのものがです循環型でぐる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 回っていくと、こういう社会こそ我々が目指す姿のエネルギーシステムではないでしょうか。具体的に私どもは今産業系の蓄電池に力を入れております。産業系の蓄電池というのは
フォークリストとかあるいは AGV とか言われる世界のものを我々が取り込んでおります。そのフォークリストあるいは AGV というものがほとんどガソリン並びにディーゼルエンジンで動いている産業機械でございます。この産業機械においても CO2 の排出そういったものの削減に我々は蓄電池でもって貢献してまいりたいこのように考えております。その中で一番我々が今デルタ電子という会社のリチウムイオン電池をメイン商材として扱っています。このデルタ製のリチウムイオン電池はエネルギー密度が高くかつ出力密度が高いいわゆる産業系の蓄電池としては非常に理想的な電池だということが言えるのではないかなとこのように考えています。加えて 4C の自由放電ができるいわゆるメリットとしましては急速で充電が可能な電池であるとこういうことでございます。私どもの事業をもう一度繰り返しになりますが標準電池パックを持って産業界にのニーズに応えていこうとこういうふうに考えております。